皆さんこんにちは、セイラです。国産の天然ガス生産量をご存知ですか？年間約25億立方メートルと言われていて、これは国内供給量の約 2.3% に相当するそうです。天然ガスにおいて日本はやはり海外からの輸入に頼っているみたいですね。もし日本国内で天然ガスが取れる場所があったら、実は近い未来、国産天然ガスの生産量が増えるかもしれないんです。それはなぜかって、幻のガス油田を発見したからなんです。一体どこで発見されたのか、どういった経緯で見つかったのか、これからお話ししていきますので、ぜひ楽しんでいてください。幻のガス油田。そのガス油田があるのは茨城県北茨城市。国の登録記念物にも指定されている景勝地、伊豆良海岸です。2020年7月に茨城大学大学院で地質学を研究している安藤俊夫教授と北海道大学の研究チームがある発表をしたのです。それは、伊豆良海岸に広がる奇岩が実は海底に潜む天然ガスによって作られた岩であるということです。それは一体どういうことかというと、茨城沖の海底に原油が存在する可能性が高いということを示しているのです。発見された伊豆良海岸周辺から福島県のいわき市にかけての海岸線には、約1650万年前にできた堆積岩が分布しています。この堆積岩は炭酸カルシウムが固まって層状になったもので、有機物中にある炭素と海水の中にあるカルシウムが結びつき形成されていますが、炭素の由来が何かは以前は分かっていませんでした。炭素の由来を解明するために研究チームは高感度検出器を使い、岩の塊に残っている空洞のわずかなガス成分を測定し、炭素の由来を突き止めることに成功しました。炭素の由来はメタンであり、そのメタンは天然ガスによって作られていたというところまで発見したのです。地殻変動によって海底から出てきた天然ガスであるメタンを微生物が分解し、その後海水中のカルシウムと化学反応を起こすことによって岩塊を形成したと考えられます。油ガス田の埋蔵量。伊豆良海岸周辺にある堆積岩の体積は東京ドーム5個分とも言われ、これは国内最大級の天然ガス田である関東天然ガス開発の火災埋蔵量の約1000億立方メートルに匹敵します。岩塊を作ったのがガスの一部であったことや、後に浸食や風化で削られた岩を考慮すると、全体の流出量はさらに多いのではないかと言われています。またガスの成分分析を調べてみると、海洋中の動植物プランクトンの死骸が地熱によって分解されたと見られており、これは原油がある可能性を指し示し、それは今から約1億4500万年前から6600万年前の白亜紀に茨城沖海底の地層で生み出されたものだと推測されています。国内でも海底資源調査は進んでおり、独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構は3次元物理調査船探査による調査を19年度から行っています。この調査対象は茨城沖も入っており、今後の資源探査に期待されています。ただ調査には莫大なコストがかかることから、採算が取れないなら輸入した方がいいのではないかなどといった反響もあるそうです。なぜ判明した？さて、それではどうして茨城県にガス油田があると分かったのでしょうか。茨城県伊豆良海岸には奇岩奇礁が広がっていて、近代日本美術の発展に多大な功績を残した岡倉天心の旧宅庭園があるため、国の登録記念に指定されています。環境省が定める日本の音風景百選や日本の渚百選にも選定され、景勝地として有名な伊豆良海岸は、炭酸塩コンクリーションの層状や硬い塊状の堆積岩からなり、約1670万年前から1640万年前のココズラ層に含まれているのです。伊豆良海岸にある炭酸塩コンクリーションは、太陽光のエネルギーを利用しないで周辺の化学変化からエネルギーをもらい、活動する細菌と共生している二枚貝を多産しており、炭酸塩の炭素同位体組成は海水に溶けている炭素とは違うため、これは海底の冷融水によるメタンに由来するものかもしれないと考えられていました。
しかし先ほども述べたようにメタンの成因や起源など不明な点が数多くありましたが、その後の調査によってメタンの特徴を解明したのです。解明にはプラズマ放電ヘリウムイオン化検出器を使い、その結果炭酸塩コンクリーション中に存在するごくわずかなガス成分の測定に成功したのです。この測定は世界初のことなんですよ。さらに気体同位体比質量分析計を使用し、炭酸塩の炭素酸素同位体組成や残留ガスの炭素水素同位体組成を測定。顕微的メタン酸化アーキアを検出するためにアーキアの分子化石と炭素同位体組織を測定しました。聞いたことのないものばかりかとは思いますが、このように様々な分析を行った結果、炭酸塩コンクリーションを構成している炭素のほとんどが海底地下深部の熱によって生成された天然ガスに由来しているということが初めて明らかになったのです。何が判明した？分析の結果として顕微的メタン酸化アーキアの化石も検出され、天然ガスの中に含まれているメタンからできた重炭酸イオンが海水の中のカルシウムイオンと結びつき炭酸塩コンクリーションを作ったことも発見されました。最初に生成された炭酸塩コンクリーションの形状は塊状のものがほとんどで、天然ガスの流出量はとても小さく、海底でメタンを噴出する場所も異なっていましたが、時間の経過とともに層状のものへと変わり、天然ガスの流出量も次第に大きくなりました。その後突然炭酸塩コンクリーションの形成は終わり、いずれ炭酸塩コンクリーションが生成された約1650万年前は日本列島がユーラシア大陸から分離され、日本海が大きくなる約2000万年前から1500万年前に対応しているのです。イズラ炭酸塩コンクリーションは日本海が拡大することによって起きた激しい地殻変動の影響で地下のガス田に亀裂が生じ、数万年間以上にわたって天然ガスが断続的に流出したと考えられています。幻の巨大油田の未来。今現在イズラ炭酸塩コンクリーションを形成している炭酸塩の体積は少なく見ても600万立方メートル以上あると言われています。この炭酸塩炭素はそのほとんどが天然ガスに由来しており、約73億立方メートル以上のメタンガスが変化し形成されたものです。侵食や風化によってすでに消えてしまった炭酸塩がたくさんあるため、実際にはもっとたくさんの炭酸塩コンクリーションが作られていたと言われています。また炭酸塩は海底にできた天然ガスの一部で作られるため、ガス田から流出した天然ガスの量は実際には73億立方メートルを優に超えていたと考えられています。この規模の炭酸塩コンクリーションは未だ発見されておらず、日本だけではなく世界的に見てもイズラ海岸のガス田が希少なものと言われています。今後の調査の進展が楽しみですね。まとめ。今回は茨城県にある幻の巨大油田についてお話ししていきましたが、いかがでしたか？まさか世界的に見ても巨大な油田が日本の海底にあるなんて驚きですよね。一つ気になるところといえば、油田の調査を開始してから実際に生産に至るまで30年間ほどかかると言われ、その費用が約1兆円なんだそうですよ。この費用をかけて元が取れるのか、そこも合わせて今後の調査結果を楽しみにしていきたいです。皆さんは日本で天然ガスが生産されることについてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。